村がミュータントカマキリの大群に襲われています。え、いやあ、ミュータントカマキリのせいで村がめちゃめちゃになったよ。これはまずいことになったぞ。え、何が起きてるの。うん、ミュータントカマキリのね、大群はね、人間を食べながら移動するね、習性を持ってるんだよ。ミュータントカマキリがね、立ち寄った村はね、一っ一人残らないんだよ。え、そうなの。うん、しかもさっきの村さ、僕たちの家から一番近くにある村だ。ミュータントカマキリがさ、村の人間を全滅させたら次のターゲットは僕たちになる可能性が高いよ。え、嘘でしょ。どうしよう、善一君、僕はまだ死にたくないのに。マキ、こうなったらさ、僕たちの家のセキュリティを強化してね、ミュータントカマキリを撃退しよう。わかった。うん、まあ早速ね、セキュリティを準備しよう。ってことでね、まあそこに家があるでしょ。だからね、この辺りに火炎放射器セキュリティを作っていこう。虫はね、火に弱いからね。なるほど。そしたらね、この火炎放射器をね、この辺りに設置したいんだけれども、まあ自動で火炎放射器をね、起動させたいからね、ターレットにしようかな。ターレットに火炎放射器と弾を大量に入れていきます。おー、かっこいい。よし、そしたらね、これどんどんね、設置していきます。よーし、置けました。そしたらね、これをね、一気に起動させるためにレッドストーンで繋いでいこうかな。よし、できました。ミュータントカマキリがね、攻めてきたらね、このリモートボタンでこの火炎放射器セキュリティを起動します。なるほど、火炎放射セキュリティがあればミュータントカマキリも怖くないね。マキ、油断はね、禁物です。まあ、これだけだとね、心もとないからね、どんどんセキュリティをね、増やしていこう。わかった。そしたらね、ミュータントカマキリがどこから現れてもね、いいようにね、この辺りでね、見張り台を作っておこうかな。よし、見張り台がね、できました。お、いいね。ってことで、次のセキュリティはと、あ、そうだ、虫がさ、大嫌いな殺虫剤をさ、使ったセキュリティをね、作ろう。ナイス、いい案だね、善一君。うん、まあ、ミュータントカマキリをね、何かに閉じ込めてね、まあ、そこに殺虫剤を充満させたいなと思います。あ、そうだ、マキ、迷路を作ってさ、そこにミュータントカマキリを閉じ込めちゃえばいいんじゃない。お、めっちゃいいアイディアじゃん。よーし、じゃあね、そしたらね、早速ね、迷路の構造を作っていきます。よし、カマキリたちをね、閉じ込めるための迷路ができました。かなりいい感じだな。そしたらマイキー、うん、迷路の中にさ、殺虫剤を散布させる仕掛けを作っていこう。なるほど。まあね、そうしたらね、ディスペンサーの中にね、殺虫剤を入れていきます。この殺虫剤の入ったね、ディスペンサーをコピーをして、まあ、迷路のね、至るところにね、設置をしていきます。まあ、ここにもね、設置しとこうかな。よし、まあ、結構な数の殺虫剤をね、設置したぞ。まあ、そしたらこの辺りにね、コマンドブロックを置いてと、この中には、ね、殺虫剤を起動させるコマンドをね、記述していきます。そしたらね、このコマンドブロックをいつでもね、起動させられるようにね、レバーを上に設置してと。よし、できました。ミュータントカマキリがね、攻めてきたらね、この迷路にまず誘い込みます。うんうんうん。で、まあ、どん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 進んでいって、僕たちはね、こっちの方に進みます。そしてね、このレバーで殺虫剤セキュリティを起動させて、迷路の中をね、殺虫剤で充満させます。おー、すっごい、これならミュータントカマキリを倒せちゃうでしょ。うん。あ、でも待って、善一君。ん？このままだと僕たちも殺虫剤を吸い込んじゃうんじゃない。うん、まあね、その時のためにね、ガスマスクをね、使いましょう。お、ありがとう、これなら安心だね。あとはね、ミュータントカマキリがね、この迷路から出てこれないように、迷路の出口をね、封鎖するシステムをね、作ろう。お、すごそう。よし、そしたらね、ちょっとコマンドブロックを出してと、まあ、このあたりにしようかな。まあ、ここを封鎖するコマンドをね、記述していきます。まあ、この上にはね、レバーを設置してと。よーし、できました。まあ、こんな感じでね、僕たちが外に出てレバーを下ろすと、鉄格子で出口を塞ぐことができます。すっごいよ。まあ、これでね、
完璧と言いたいところなんだけれども、もしもねこのセキュリティを突破されてしまった時のためにね、他のセキュリティをね作っていこう。カマキリはねかなり強いからね。確かに、オッケー。まあ、カマキリはね水が苦手だからね、水を使ったセキュリティも作っていこう。ナイスアイディア。まあ、そしたらウォータースライダーの落とし穴を作ろうかな。まずはここに落とし穴空間をね作っていきます。よし、まあ、少し掘ったらねここをねスライダー状に掘っていきます。よし、スライダー状にね掘ることができました。そしたらねここにはウォータースライダーを設置していきたいからね、水を設置していきたいんだけれども、まあ、このままだとここにね水を置いても、まあ、このまま流れていっちゃうだけだから、一気に流すシステムを作ろうかな。勢いよくねミュータントカマキリを下にねウォータースライダーで流していきたいからね。ってことでピストンをね、うん、まあ、ここに作動させてと、でここにねこうやって看板を設置してと、まあ、そうすることによって、まあ、この水はね止まったままになります。ただこのピストンが作動すると一気に水が流れるという仕掛けになってます。これを一気に作っていこうかな。よし、まだねこの落とし穴をね地面と同じカーペットでカモフラージュをしていきます。まあただねここもね一気に看板を使って落とし穴を開けていきたいから、うん、まあ、この土に看板を設置してと、でピストンが作動したらね一気に崩れるようにしようかな。よーし、できました。そうしたらねこのウォータースライダーの先に大量のミュータントカマキリをね入れる虫かごを作りたいと思います。よーし、ここがね虫かごになります。ってことでウォータースライダー式落とし穴の完成です。まあ、一度ね起動してみよう。このね起動レバーを下ろすと、わあ、こんな感じでね床が抜けて水が流れてきます。すっごいやん。ミュータントカマキリたちはね水に流されてねここにある虫かごに落ちていくんだけれども、まあこんな感じでウォータースライダーに落ちたねミュータントカマキリはね虫かごの中で水に溺れてしまいます。すごいな。まあただこれだとね、まあ水を泳いでねこっちの方にねちょっと出れちゃう可能性があるからな。確かに。まあ最悪上の方までミュータントカマキリがね、まあ行っちゃってねこの落とし穴からね抜け出しちゃう可能性があります。まあということでね、ミュータントカマキリのね退路を遮断する装置をこっち側に作っていきます。まあということでまずはねコマンドで広い空間を作ってと、うん、まあ、こんな感じでいいかな。そしたらここねガラスブロックでねこんな感じでまあ埋めていきます。よし、そしたらねミュータントカマキリたちのね退路を遮断する装置を作ります。まあ、ここコマンドを使ってと、このねコマンドブロックの中に退路を遮断するためのコマンドを記述していきます。でそしたらねこのコマンドブロックの上に起動レバーを置いて完成。まあ、レバーを下ろすとね、まあ、あんな感じで虫かごの中にね鉄格子が現れます。まあ、ミュータントカミキリたちのね退路をねこの鉄格子で断つことができます。おお、すごすぎるよ。うん、まあ、ただもしもねこの水攻めだけではね倒せなかった時のためにね、まあ追撃用の TNT をね虫かごの中に射出できるようにしようかな。これだけで十分倒せると思うけど。うん、まあただね確実に倒さないとやばいからね、もしもの時のために作っておこう。なるほどね。よし、そうしたらディスペンサーの中にね大量の TNT をセットしておきます。まあこれをコピーしてと、まあ至るところにね置いていきます。うん、まあこんな感じかな。そしたらね、この TNT が入ったディスペンサーを起動できるようにレバーを置いて、で、このレバーとディスペンサーをレッドストーンで繋いでいきたいと思います。うん、こうしようかな。こうしてと。うん、
こんな感じにします。まあ、あとはね、ここを閉じて、よし、これでね、完成です。水で満たした虫かごの中にはね、まあ、この TNT をね、射出できるようになりました。完璧だ。さすがにこれだけあればミュータントカマキリたちを一網打尽にできるでしょう。うんうんうん。まあそうだね、まあ、あとはそうだな、この場所にすぐ降りれるように家につながる通気口でも作っておこうかな。コマンドで掘っていきます。よし、まあそしたらここはね、着地してもね、落下ダメージを受けないようにスライムブロックを設置しておきます。これでね、一気に地下に行くことができます。ナイス。ミュータントカマキリをね、ウォータースライダーで落とし穴に落としたら、僕たちはね、すぐに虫かごのところまで降りてこれるようになりました。すごい、これでセキュリティは万全だね。まあただね、マキ、はあ、このね、虫かごのセキュリティもね、突破されてしまった時のためにね、まあ、最終手段も準備しておきたいと思います。ゼイチ君は本当に心配性だな。こんなにたくさんセキュリティを作ったんだから大丈夫だよ。マキ、ミュータントカマキリをね、甘く見ちゃいけません。心配すぎてもね、いいぐらいでかなりね、凶悪な敵だからね。まあ、最終手段もね、ないよりもね、あるに越したことはないしね。なるほどね。まあ、ゼイチ君がそこまで言うなら仕方ない。でも最終手段はどういったセキュリティにするんですか、ゼイチ君。まあ、僕にね、いいアイデアがあります。それがね、これです。ん？これはね、寄生キノコです。最初手段はね、この寄生キノコを使ったセキュリティにしよう。寄生キノコ？何それ？まあ、寄生キノコにね、寄生されると、混乱してね、敵味方関係なくね、攻撃してしまうようになります。そんなキノコがあるの？うん。まあ、だからね、最初手段はね、この寄生キノコをね、ミュータントカマキリに寄生させて、同士討ちを狙おう。なるほど。そしたらね、寄生キノコを射出する装置をね、ここに作っていきます。ディスペンサーをね、こう設置して、で、ここに寄生キノコを入れます。あとはね、この上に缶詰を設置するだけ、簡単です。これを踏むとね、寄生キノコが射出されます。よーし、これね、どんどん動いていきます。まあ、こんな感じでいいかな。ミュータントカマキリがね、この缶詰を踏むと、寄生キノコがミュータントカマキリに寄生します。おお。まあ、これでね、混乱したミュータントカマキリはね、敵味方関係なくね、攻撃を始めると思います。これはすごいぜ、チキャン。よし、ってことでね、これで全てのセキュリティが完成です。まあ、あとはね、ミュータントカマキリがね、現れるまでね、見張り台で待機しよう。うん、オッケー。あれからね、結構時間が経って、もう夜になったんだけれども、全然ミュータントカマキリ現れないね。うん、まあ確かにな。もしかして村の人間を絶滅させるのに時間がかかってるのかな。それかさ、もう他の場所に飛んで行っちゃったんじゃない。いや、マイキー、ミュータントカマキリのね、嗅覚を舐めちゃいけないよ。ミュータントカマキリはね、必ず僕たちを見つけてね、ここにね、やってくるはずです。全員しか、うん、林の奥に何かいない。ん、あれもミュータントカマキリじゃん。しかも大量のミュータントカマキリが攻めてきたぞ。どうしよう、ゼイチ君。マキ、大丈夫です。まあ、準備したね、セキュリティでね、ミュータントカマキリをね、迎え撃とう。あ、そうだね。まずね、解放射器セキュリティです。もう少しね、解放射器にミュータントカマキリたちが近づいたらね、このリモートボタンを押して起動させます。オッケー。あ、ちょっと待って。あ、今こっちに気づいたのか。ちょっと待って、来た来た来た、向かってきてるぞ。あ、来てる。そしたらね、リモートボタン、行け。行け、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 解放射器セキュリティ。おお。どうだ、解放射器がかなりミュータントカマキリに向かって火を吹いてるんだけども、これ効いてるのか。そう、いけいけ、倒してくれ。もうなんかどんどん数が減ってる気がするな。いいな、いけいけいけ。やった、倒れてる倒れてる、勝てるぞこれ。よしよしよし、いけ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 。おお、待って、ミュータントカマキリを一匹残らず倒したぞ。よし、やったー。ちょっと待って、奥からまた来たんだけれども、ちょまずいぞ。まあでも大丈夫、まだね、解放式セキュリティがあるからね。よし、いけ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 。ゾエガキたちもね、大丈夫です。さっきよりたくさんいるな。ん、ん、ん、待って、おお、待って待って、ミュータントカマキリたちが、おお、ちょっと待って、そんな
パーフレットを動かしてるんだけれども。そうなじゃ、かなりまずいぞ、これは。え、手が効かないの。いや、このままじゃまずいな。解放先セキュリティがね、破壊されるのも時間の問題だぞ、これ。急いで次のセキュリティにね、移動しよう、マキ。わかった。マキ、ミュータントカマキリをね、迷路セキュリティにね、誘導しよう。はぁ、あ。どうだ。おぉ、待って、もう解放先セキュリティ破壊したの。やばいぞ、こっちに向かってくる。バスタイルに来ている。来た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 。もう。はぁ、あ。急がないと、急がないと、こっちこっちこっち。よし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 。マキ、ガスマスクつけて。はぁ、あ、オッケー。よし、オッケーオッケーオッケー。セキュリティ、起動。どうだ、入ってきたか。おお、来てる来てる。おお、よし、僕たちはね、ガスマスクをつけてるからね、大丈夫です。よし、こっちこっちこっち。急ごう。このね、毒ガスで倒すぞ。シャッターを閉めてね、このね、迷路に閉じ込めるぞ、しかも。どうなっちゃうの。どうだ、殺虫剤は効いてるのか、これ。お、ミュータントカマキリ。大量の殺虫剤を浴びてるはずなんだけれども。まかと、さすがにシャッターがあるから出られないでしょ。このまま殺虫剤で倒しちゃう。ん？ちょ、待って待って、まずいまずいまずい。シャッターを壊そうとしてるぞ。ちょ、まずいぞ、これは。このままだとね、壊されてこっちに来てしまう。次のセキュリティにね、移動しよう、マイキー。嘘でしょ？殺虫剤も効かないなんて。あ、お、迷路セキュリティから出てきてしまった。まずい。まあでもね、大丈夫です。このウォータースライダー式のね、落とし穴があるからね。この落とし穴にね、落とそう。まあ、カマキリはね、水が苦手だからね。頑張ってですよ。うん。このね、カモフラージュされた床の上に乗ったら、よし、もっと引きつけて、もっと引きつけて、よし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 。来てる来てる。今だ。おお、一気に落ちていった。よーし、ウォータースライダーに落ちていったぞ。やったー。おー、どんどん下に落ちていってる。それマキ、家のね、地下室にね、移動しよう。うん、急ごう急ごう、マキ。はぁ、あ、カメキリたちはどうなったんだろうな。水が苦手なはずだからね、かなり効いてると思うんだけれども。おー、落ちてる落ちてる。おー、まあ、そしたらね、この乾燥が含まないようにね、移動してと。いい感じだね。おー、水がね、どんどんね、満たされていってるぞ。そして今のうちにね、上に逃げないようにね、カマキリの退路を塞ぎました。よし、タイロね、遮断したぞ。そこや。よし、このままね、カマキリは虫かごの中で溺れるはずです。お、上までね、水が満たされたぞ。水辺成功です。やったー。お、ダメージ食らってる。おー、よしよし、いい感じだ。そしたらマキ、このね、TNT でね、追撃をしよう。うん、いけ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 。どうだ。おお、やった、かなりいい感じじゃない。やった、よし、もっといけ。おお、マキ、男だ。へ、ちょちょちょ、待って、そんなに連射したらまずくない？おお、だってそんな、おお、ガラス割れてしまった。はあ、どうしよう。ちょ、まずいぞ、出てくるぞ、カマキリが。一回引こう、マキ。まずいよね。最終手段のね、奇跡の子にね、頼るしかない、これは。はあ、ちょっとだ、頼む、うまくいってくれ。お願い。ミュータントカマキリを倒さないと。おお、奇跡の子が寄生してるぞ。よし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 。お、あ、待って、同士落ちを始めてる。おお、いいぞいいぞ、どんどん倒してる。ああ、まあ、ただちょっとパイセンは僕のところまで来てるぞ。おお、いいぞいいぞ、いい感じだいい感じだ。ちょ、いけいけ。おお、ちょっと待って待って待って、マジでマジでいいぞ。どうだどうだ、これ倒せるのか、これ。おお、おお、おお、やった。なんかミュータントカマキリたちが全滅したぞ。すっごいや、僕たちミュータントカマキリを倒したんだ。待て選手くん、なんかこの奇跡の子怖いね。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、 Twitter のフォローと Instagram のフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく、よろしくね。